ご苦労だったな。お前はもう用済みだ。おやつさん、なんで。あわよ、一。え？おい、うわ、おい、かかってこいや。本気出すか。はっ。ほら。食いしばれ。楽しくなってきたぜ。ほら。これは
柏木だ。熊切愛ってんだ。東出東子だ。東条会系東出組を預け、スターダストの元オーナー葉月です。東条会には昔から世話になる。うちの社長は見ませんでした？ほんとどこ行ってるんだか。まじまっちゅうもんや。警視庁捜査一課の伊達だ。高畑忍よ、よろしくね。でもごめんなさいね、私。はじめまして、私岩戸書房で記者をしております、阿久津と申します。すみません。ああ？へっ、当たってこいや！本気出すか。
おう。調子はいかがですか？沢村遥と言います。私にもできることが。俺にはまだやり残したことがある。調子はいかがですか？ヘイヨー、よく来たな。See you、また来いよ。あれ？ああ。うん。おとなしくしなさい。だからどうした。はっ、おれおれ、観念しろ。やめなさい。またのご利用お待ちしております。
おい。え？おい。はあ。おい。何？よし。ああ。おお。おい。いえ。はい。カムロ町の片隅にある寂れたソープ。俺はそこで生まれたらしい。お袋は売れないソープ場、父親はわからねえ。どうせ雪吊りの客だろう。お袋は俺に一番と名付けてすぐ姿を消したらしい。生まれて間もなく天涯孤独の身となった俺を救ってくれたのはこの町の奴らだった。誰も彼も世間からすりゃはみ出し者、負け犬、クズ野郎ばかり。けどそんなクズたちが俺を助け育ててくれた。そんなこんなで生きながらえた俺は体だけはでかくなった。中学を出た頃には大人顔負け、毎日意味もなく生き、金のために人を殴った。そんなどうしようもねえバカに天罰ってのが下る。調子に乗ってヤクザの中でもたちの悪い連中に喧嘩をふっかけた結果、強烈な返しに遭い、その上監禁、まさに死の一歩手前ってやつだ。そんなギリギリの状況で俺は苦し紛れに叫ぶ。俺を殺したらあの荒川組が黙ってねえぞ。荒川組、殺しの荒川組で鳴らす超武闘派。その名をちらつかせれば俺の始末をためらうのでは。俺はとっさにそう思ったんだ。だがこのヤクザは荒川組と島争いの真っ最中だった。恐れるどころか俺をネタに荒川を呼び出しにかかる。そして見ず知らずの俺を救うためにその人は、荒川真澄は現れた。奇跡みたいだった。俺を救うため親父さんはその場で何のためらいもなく指を詰めると、俺を担いで颯爽と立ち去った。なんで見ず知らずの俺を指詰めてまで助けてくれたのか。まくし立てる俺に親父さんは一言答えるだけだった。さあな。俺を知ってくれてたガキの前でカッコつけたかっただけだ。その瞬間、俺の人生はこの人に向けて伸びるまっすぐな道になった。そう思う。東条会系荒川組、そこに俺が押し入る形で身を置いたのはそれから100日後のことだった。